こんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やってみましょうということになるんですけれども、まず謎の気球を見かけてもですね、まあ近づかないようにということになります。まあ以前ツイッター等でも要するにやってたんですけど、はい。私の予想ってなんか嫌な感じで当たるよねっていうのがあって、ちょっとアメリカの方でも要するになんかちょっとこれまずいんじゃねえのみたいな感じでまあなってて、なんかね、軍事的な目的で作られてるんじゃないかみたいな感じにはなってたりするんですという感じですね。はい。ただ、謎の気球見かけにも近づかないようにっていうんで、今日はちょっと、話になるんですけど、狼少年だと思って聞いてくださいね。はい。まず、松井くんの、要するに、やべえ、この可能性あるよねっていうのは、本当になんていうの、そこまでお前計算する必要性あるかっていうぐらいまで計算することはあるんですよ、実際。なので、実際問題、じゃあ例えばコロナが要するに発生しましたって時も一緒なんですけど、コロナが要するにこれぐらいの致死率があって、これだけの感染覆率があって、このぐらいの状況があってっていうのがあった場合、大体このぐらいになるよねとか、だからまあ世界滅亡ぐらいまで計算してから、まあ、このぐらいで終わった場合に関してっていうことまでが大体想定、生存限界があって、こっからここのところではもう考える必要性がないよねとか、そういうふうな変な考え方するんで、いや、まずは気にしすぎですよとか、考えすぎですよっていうのは多分に入りますんで、ご注意くださいと、いうことになるわけですね。はい。で、まず、狼少年だと思って聞いてくださいということです。で、可能性があるよねっていうことで、備えなきゃいけないですよねっていう話と、パニックを起こすは全く違うんで、はい、可能性があるからこういうことが起こった時にはこういうふうに備えなきゃいけないよねとか、こういうふうなことってあり得る可能性はあるよねっていうふうに頭の中に入れておくと、それに見よつに、もうこうなった時はこうやってこう避難しなきゃいけないよねって、つまり万が一ことが起こった時、有事が発生した時に少しでもこう落ち着いて行動ができますよっていうことになるんですよ。ところが今何もまだ起きてない状況でパニックを起こして、これはもう要するに中国の侵略兵器だとかいう風になったら、それ違うよねって話なんですよ。それむしろ死ぬ確率上げてるやんって話になるからそこポイントね。だから起こった時のために備えてるだけの話であって、はい、俺が言ってることまず間違ってるっていう風な可能性が高いのね。現在時点では合ってる可能性 1% あるかないかぐらいの話になってくるんで、まあこんな感じだと思ってください。はい。では、まあ過去にあった様子に太平洋戦争時に使われたということですね。まあ風船爆弾っていうね。はい。まあ本当にあったのかって、私もさすがに風船爆弾って陰謀論だろうと思ったら、調べたらあんのかっていう。はい。今日大学に入った時に驚愕したっていうのがあるんですけど、本当にあんのみたいなね。はい。いう感じになるんですけど、まあ風船爆弾から考えていくと多少わかるよという感じになるんですけど、まあ私も要するに考えて気流とかを計算すると頑張ればいけんのかっていうふうな感じになるんですよね。いう感じなんです。だからまず、謎の気球を見つけた場合、まず一つ目の疑い点というですね、何らかの爆発物ではないかというのはまず気をつけてくださいということですね。だから気球が要するになんか変な気球が浮いてんなと思って、なんか大きくなってきたぞ、大きくなってきたぞ、大きくなってきたぞっていうふうになってきたら危ないわけですよ。それはたまたまね、なんか要するにどうでもええもんが別になんか、落っこちてきましたってのは別にどうでもいいんですけど、はい。爆発物である可能性があるっていう可能性があるんで、なんか大きくなってなんかこっちに向かって飛んでくるぞって言って、ぼーっと見てないで、インスタナウとかやってる場合じゃないんです。いいですか？で、YouTube ナウとかやってる場合じゃないんですよ。バズるかなとかやってる場合じゃなくて、まあそれに関しては一応屋内退避をするとか、何らかの形で、まあ、安全な場所であろうというところとかにちゃんと要するにいるということですね。不用意に、まあ、外に用もないのに外に出るなという話ですね。はい。だから何らかの爆発物である可能性があるよねっていうぐらいの感覚で、まあ、皆さん生きといてくださいねということですね。で、二つ目はこちらということですけど、俺はこっちの方が可能性的には高いかなと思ってるんですけどね。はい。だから何らかの要するに、まあ、ドローンであったり気球であったりを使ってミサイルの落下点を要するにその調べる風なことってできないのかなっていうな感じで、まあ皆さん、まあ私は見てたりしてたんで、何らかの情報を取ってるんじゃないかなっていう風な話なんです。で、これ最悪なのがミサイルとかなんかその、この飛ぶようなもんが落下する地点をそこを測定されてますとかやられちゃうとまずいんで、要はその要するに気球が見えた場所っていう風なのがあった時に、あ、俺ここ気球見えてるわっていう風になった時に、要するに災害アラーム鳴った時は避難しなきゃいけないよねとか、
あの災害アラームが要するに鳴った時のために対処防御の体制を取らなきゃいけないですよねっていう風な感じでね、まあちょっと見といてあげてくださいということですね。で3つ目ということになるんですけど、あの高度であればまあ大丈夫だとは思うんですけど、あ結構高い高度だったと思うんですけど、これが要するにもうちょっと低いところに要するに気球が来た場合ですね、もう少し低いところでなんかわけわからんところに気球はあんなっていうふうな場合に関しては、まあ、化学兵器や生物兵器であるかということをちょっと見といてあげてください。はい。で、化学兵器だった場合、まあ、精密な化学兵器であった場合、結構無味無臭っていうんで、匂いもしないし、あの、なんかサリンっていうとすごい匂いがするみたいなイメージがあるんですけど、無味無臭っていうケースがあるんで、はい。もともとサリン自体は無味無臭なんですけど、不純物がは、あの、混ざったりとか、品質があまり良くなかったりすると、要は匂いが、すげえ匂いがするぞみたいな、状態になるということです。まず匂いが変な匂いがするなって思ったら、これは別にこの気球があるかないか別にしてですね、何か変な匂いするなって言ったら、その場は基本的には離れると、今いうことですね。で逆に何にも別に特に匂いしないんだけど、なんか他バタバタ倒れ出したぞみたいな、何人かなんか複数倒れ出したぞっていう風になった場合に関してとかは、まあ、できるだけその地点からもはるかに離れていくというふうなことですね。落ち着いて行動してください。わーとかパニックを起こすと、もう要するにあの死ぬ確率がどんどん高くなってしまうので、冷静に考えたらこれちょっとまずいなっていうふうに思った場合、下が死んでるのか上が死んでるのかとかね、上の方にいるやつ死んでる、下の方に行ってるって、屋内の中に入って逃げるのが正解かとかね、はい、いうふうな感じで、考えてあげてくださいということですね。はい。なので、屋内にまあ一応待機するのがまあ一番ベストではないかなというふうには私は思ってます。はい。また、あのね、本当に脅威等が発生した場合っていうに関してとか、何らかの事態が分かった場合に関しては、防衛庁であったりとか、防衛省か、自衛隊であったり発表とかがあるので、そちらの方をちゃんとご覧になっておいてくださいって。私もプロの専門家ではないんで、はい。こういうのがあったりすると怖いよねっていう話になってくるんでね。はい。はい、よろしいでしょうか。ということですね。だから、まあ、基本的に異常現象が見られた場合は、まあ、オカルトでも何でもいいんですけど、異常現象が何らかの形で見られた場合に関しては、基本的には近づかないか、もしくは避けるというふうなことを対応しておくのが、まあ、いいんじゃないかなというふうには思ってます。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。もし、私の言ってることに関して間違って、もしくは、私よりも専門性が高いんでね、これに関して喋れますっていう方がいらっしゃいましたらですね、下の方に書いてもらっていいと思います。ツイッター等でも別に拡散してもらっても別にどっちでも構わない。この松井さんのここは間違ってますよとか、これはこうこうこうでこういうふうな可能性が一番高いですよとかありましたらね、参考にしたいなというふうに思います。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。